レットストーブ専門店渋川市ペレットマン群馬です。予報通りですね、先ほどから雨が激しく降ってきました。やっぱり台風の接近というか影響なんでしょうね。いや、この間からですね、本社事務所に実機展示を進めています無電ペレットストーブ、今日はですね、外部の煙突の設置ですね、長いはしごでできるとこまでということで、まあ、それと雨が降る前にということでですね、途中までですね終わりにしました。あとはですね、材料の関係と、あとこれ以上高くなると足場が必要だということでですね、足場の段取りをして、台風の行った後にですね、また仕上げをしたいなというふうに思います。まあ、いずれにいたしましても、大火なくですね、台風が通り過ぎてくれるといいなというふうに思います。皆さんもお気をつけください。ペレットストーブのこと、メンテナンスのこと、新設置のこと、また無電ペレットストーブのことで何かございましたら、ベルク渋川店の隣ペレットマン群馬までお問い合わせください。